これだ。全部。か。情けない。すまない、リカちゃん。やっぱりここにいた。探しましたよ、お父さん。あ、いえ、赤坂経営姿勢。もう、引き継ぎの業務は来週からって話でしょ？相変わらずワーカホリックだな。お医者さんにまた怒られちゃうよ。ああ、すまん。て、ミユキ、どうやってここに入った？部外者のお前は立ち入り禁止のはずだが。加納さんにお願いして入れてもらったの。何か問題が？大ありだ。あれ？お父さんにはまだ連絡行ってなかった？私来月から公安部に異動になったのよ。配属先はここ、第七室だって。あ？というわけですから、移動までの短い期間、引き継ぎとご指導をよろしくお願いします。どうぞ。お手柔らかに。やられた。ん、何？いや、なんでもない。そりゃあ親が親ですから。私に言われても困ります。ほら、口にしていない言葉を先読みするんじゃない。だって顔がそう言ってるし。あのな、
すまない、みゆき。え？お前に相談したいことがある。大事な、多分お前にしかできない相談なんだ。聞いてくれるか？